まあ、ネットで大バズり中の大バズりの方法をリサさんにお伝えしていきます。え、何それ、これいいな生まれ変わりました。5年飽きない。5年自分らしく素敵に輝いている人、通称キラキラさんから素敵女子になる秘訣学んじゃいます。教えてキラキラさん。今回のキラキラさんはけんちゃん先生こと神村健志さん。福岡市や山口市で初心者向け料理教室を主催するほか、メディアなどでも活躍する管理栄養士です。けんちゃん先生、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私のお料理の師匠です。なんか恐縮だけど、ね、はい、そう、一回もお金払ってないですけど、言い方ね今日もね、けんちゃん先生にいろいろ教えていただきたいんですけど、はいはい、まさにこの時期に皆さんのお家にもきっとあるであろう、うん、今日はこちらを使いたいと思います。じゃじゃん、おそうめんですね。今日は美味しく、そしてそうめんの可能性が広がるレシピをご紹介いたします。お願いします。フードロス削減が叫ばれる現代、余り物食材を残さず簡単に、しかも美味しく食べる可能性レシピ。9月、夏の置き土産、そうめんの可能性を探ります。はい、はい、まずはそうめんのめんつゆに飽きた方にぴったりなしそベーゼご紹介します。しそを使ったジェノベーゼ風ソース、しそベーゼ。材料はご覧の通り。めんつゆを劇的に変えてくれる味変ソースです。このしそを入れることによって、うん、夏バテ解消、疲労回復も助けてくれるんですね。残暑にぴったり。まずは一番のポイントです、うん、はい、このしその茎、うん、こんな風にプチッと、ここね、若干苦味があるので、できたら取ってください。そして後ほどペースト状にしやすくするために、うん、適当でいいのでこんな感じでちぎったら容器に移します。わ、すごい、ちぎったらいい香りする。はい、そうなんです。まさにこのしその栄養成分は細胞の中にあるので、うん、ちぎることで香りとして出てきます。え、楽しいね。いいですよね、うん、これなら包丁いらないから、うん、お子さんと一緒に作ってもいいしね。青じそをちぎり終えたら、耐熱容器に米油、おろしにんにく、アクセントになる一味唐辛子を加え、電子レンジ10秒で2回加熱します。加熱し終えたら、すべての材料を合わせて、あとはブレンダーにかけるだけ。ブレンダーがなければミキサーやすり鉢でも OK。 ソース状になったら完成です。家に自分の手作りのソースがある女性ってめちゃくちゃ素敵じゃないですか。そう ね、 ね、これいいなそうめんは今までの調理の概念をひっくり返します。知らない方、これかなり衝撃ですよ。まあ、ネットで大バズり中の大バズりのそうめん茹でるなの方法をリサさんにお伝えしていきます。え、何それ。茹でないそうめん、けんちゃん先生流は手軽にフライパン。お湯をたっぷり沸かしたら、そうめんを入れてほぐし、火を止め、あとは5分間置いておくだけです。火を止めるので省エネにもなりますし、さらにこんなメリットが。でんぷんが出にくくなるんで、麺同士が離れやすくなります。くっついちゃうね、絶対。5分置くことによって、もうね、流水で洗った後にね、冷蔵庫で冷やしてもツルツルツルってなるんですよ。3束以上使われる方は、麺の塊ができないように時々ほぐしてあげてください。さあ、あとは流水で麺のぬめりを洗い流して完成。茹でないそうめんを味変ソースしそベーゼでいただきます。しそベーゼは麺つゆにお好みの量を溶きましょう。そうめんが、おー、さらっとしててくっついてないですね。すごい。わー、豆乳、あら、綺麗な、いい、お化粧しちゃって。いただきます。うん、爽やか。やったー。すっごい麺がもちっとしてる。あ、まず麺からね。まず麺がもちっとそうよね、うん、この流れですごいしそベーゼかと思ったらもうお口に入れた瞬間にしその爽やかな香りで包まれる。これは生まれ変わりました。5年飽きない。5年
ありがとうございます。ごめんも、ね、こうそうめんの幅、可能性がすごい広がりましたね、はい、すごい。また鶏ひき肉の周りに 3,4 センチに折ったそうめんをつけ、こんがり焼き上げた鶏のいがぐり揚げは秋の行楽シーズンにおすすめの可能性レシピです。